てください、この行列。じゃあ早速ここに並んで買いたいと思います。はい、どうも皆さんこんにちは、今日はですね、レンタカーを借りてハワイで有名なガーリックシュリンプを、食べに来ました。じゃじゃんと、ふみず、ガーリックシュリンプ、ふみず、ふみさん、ふみず。こういった、何もないようなところにいきなりお店がある感じですね。まあ車で来ればすぐ見つけやすい場所にはあると思います。さて、あんまり並んでないですね。だいたい14ドルぐらいですね。来ました。じゃあ開けてみましょう。こんな感じ。エビと、まあ、横にこれガーリックライスなんだな。エビもガーリックでコーンとパイナップルですね。じゃあ早速、食べたいと思います。エビにはまだ殻がついてますね。このまま一緒に食べてみて。これだいぶガーリックが入ってるんで、この後すごいことになっちゃう。もうまあとっても美味しいです。とっても本当に完食いたしました。僕が頼んだのは、ガーリックバターシュリンプなんですけど、まあ、このお店で一番の人気があるメニューがあるんですけど、うちの妻が頼んだのは何やった？スパイシーガーリックシュリンプ。スパイシーガーリックシュリンプ、まあ、辛いのは辛いので美味しかったらしいんですけど、妻が言うには僕が頼んだガーリックバターシュリンプを頼んだ方が良いです。僕が食べた感想では、ただ単にエビをガーリックで炒めてるだけだと思ったんですけど、全然そうじゃなくて、まあ、味わいもすごく味が結構濃いめで、意外とそれが美味しかったですね。なんか想像したよりも美味しい感じでした。ぜひ来てみてください。では次のお店に行ってみましょう。ノースショアにある、まあ、端っこにあるですね、タートルビーチというところに来ています。うちの会社のボスがですね、以前にハワイで行って、ハワイに行っておすすめはどこって聞いたら、ここタートルビーチがいいよって言ったんで来てみたんですけど、なかなか広くてですね、普通のビーチじゃなくて、なんかホテルとかが結構建ってて、なんか観光地化してます。こんな感じで駐車場がダーンってなって、もちろんヤシの木も立ってて、駐車代はかかりませんでした。ただで止めれて、皆さんあちらの方に向かってるので、行ってみましょうか。うちの妻も先にもう歩いてっちゃってます。さあ、海が見えてまいりました。結構人いるな。こっちにはまた大きいホテルがあって、ビーチの脇にはおしゃれなレストランがあって、まあめっちゃいいな。これはいいですね。ここでビール飲みたいな。横にはビーチがあって、そんなに大きくはないかな。そんなに大きくない。こうやってビーチのすぐそばにお部屋があるんですね。ここに泊まったらビーチを見な
ながら自分の部屋でゆっくりするのもいいし、ビーチに行きたかったらそのまま、ベランダから出れるという感じですね。いいですね。とりあえず、僕たちはあの岩場の方に行ってみたいと思います。知らないんじゃないですかね。結構白人の人が来るところってやっぱりいいところですね。はい、では、2軒目に到着しました。2軒目はどこかというとここです。ジョバンニという、ガーリックシュリンプ屋さんです。ここはトラックで、ガーリックシュリンプを売ってるところですね。まあ、場所もここから動かないんでしょう。見てください、この行列。では早速ここに並んで買いたいと思います。並んでだいぶ進んできましたけども、僕はこの一番上のカンピっていうんですかね、頼んでみたいと思います。うちの妻はこのレモンバター、3番目にあるレモンバターですね、もう頼んでみたいと思います。ここに見えるのがこのイメージキャラクターでしょうか、スピンチャルイ。お値段はだいたいこんな感じですね。まあ、さっきとあんまり変わりませんけども、見えますかね、14ドルぐらいですね。だいたい1個が。まあ、レモン。これから食べろ。これね、殻がついてるんですけど、こうやって簡単に剥くことができるんです。いや、うん、うまっ。やっぱり割にここにもレモンが出てる。これはうまそう。うん、うまい、うまい。エビ食ってるのか。エビや。ああ時が止まる。はい、で、ペロリと完食いたしました。見てください、この腹の色。美味しかった。はい、ガーリックシュリンプのお店2軒行ってきたんですけど、どちらの方が良かったですか。フミズ。フミズ。僕もフミズです。なぜかというと、まあ、フミズの方が、まあ、どちらも美味しいんですけど、僕はどっちかというとフミズの方が、味がしっかりしてたかなっていうイメージですね。まあ、ガーリックシュリンプと、まあ、ご飯はもちろんついてくるんですけど、まあ、その他にもコーンとかパイナップルとかでフミズがついてたんで、まあ、そちらの方に軍配が上がったかなっていうような感じですね。ここの周りにはですね、このガーリックシュリンプ以外にも他にいろんなブースがあって、まあ、にぎわってはいるんですけども、もうこの真ん中にある僕たちがさっき言ったガーリックシュリンプ屋さん、もう独壇場ですね。もう他のところはあんまり人が、まあ、ちらほらいますけど、もうここはもう全部独占しちゃってるみたいな感じです。それでは、もう2軒もですね、ガーリックシュリンプ屋さんを回ってもうお腹がいっぱいになっちゃったんで、まあ、今回の目的は、まあ、このガーリックシュリンプを食べることだったんで、このままワイキキの方にも帰りたいと思います。帰りましょう。